オラベルダン・ホズミ、オラは怒ったぞー、社会要件10倍返しだ。はい、おはようございまして、こいつ、このブログ、動くぞ。はい、動くブログということでございまして、今日からですね、動くブログの第1回目が始まりました。よろしくお願いします。このブログはですね、動くんですね、動画ですから。私ちょっと声枯れちゃいまして、ちょっとアヤマンジャパンを応援しすぎてね、声枯れちゃって、大変なことになってるんですけど、私ね、最近ちょっと居酒屋で、すごい愚痴を言ってたんですね。すごい愚痴を。もう愚痴をね、ずっとぐち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 言ってたから、これ申し訳ないなと思って、家帰って、愚痴をね、愚痴ばっか言いすぎたなと思って、愚痴の反対語、対義語ってね、意味の反対の言葉を調べたら、ヤフー知恵袋で、愚痴の反対は、自慢、説教、って出てるんですけど、いや、これなんかおかしいな、なんか違うなって思ったんですね。愚痴も、自慢も、説教も、これ全部居酒屋ではあんまり聞きたくない、嫌われる言葉じゃないですか。おかしいなって思って、もっと調べたらね、バーってクリッククリックって、クリッククリックフー、クリッククリックフーってこう、ラマーズ法で調べてたら、愚痴の反対は、感謝って出てきたんですよ。とあるサイトでね。あ、これだと思って、あ、これ素晴らしい言葉だなと思って、愚痴の反対は感謝なんだなと思って、私、皆様に感謝を込めまして、本当に、ね、感謝したいと思います。あざっすー。